この街で喧嘩んならちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるとか特にな。時間サスビラ切ったってタクシー捕まんないんだから。やだもう。いいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝まで。ねね。なんだてめえ。いてんぜ。おい、ちょっと待てよこれ。おいてめえ、ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ土下座。おい、よしよ、よせ。ああ、え、そのどうも、すみませんでした。よ、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。まっ、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。はっ、取っとき。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。あ、ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃあこれで。なあ、うちに来ねえか兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食っていい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるには
うちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれません。けど一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな。俺はヤクザになったことねえからわからねえ。まあ気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ。金貸しが偉そうに。めんどくせ。飲んでってくださいよ。ほら、早く金貸せって後で返すっつってんだろうが。困ります、勘弁してください。ごちゃごちゃうるせんだよ。いいからさっさと出せ。助けて。おい、誰か。なんだよ、見てんじゃねえぞ俺。おい、ヤクザじゃねえのかそいつ。バカ、ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか。え？だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんでな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。Thank you.
相変わらず容赦ねえな。ニシキ、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ねえ。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ、あの、ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。ふん、さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になってくさ。へえ、ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんなよ。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんて。そんなもんさ、肩着のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全て。ちっ、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。さあ行くか。出入りしてるか。当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。でその手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われ、ついていったらバーバーばっかり。
5000円ポッキーのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうか、そう思わねえとやってられねえだろう。なんだよ、今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。
さあ行くか。行くぞ。相変わらず品のねえ町だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、この甘露町って町は。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか、錦山くん。よう。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。あ？ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日。後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけど。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？
いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくない。どうせ極道やるならどんな手使ってものし上がらなきゃ意味がねえ。違うか。なるほど、そうかもしんねえな。さあ店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。お前この店にはよく来んのか。ん？これで二度目だけど。なんでだ。ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。ふん。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜなあ。ふん、分かった。今日はとことん付き合うぜ。I sing for you. バカみたい子供なのね。夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに笑えない笑顔。No
知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ、そらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろうなあ。よせよ、そんなわけねえだろ。それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも行っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。さあ行くか。こっちだ。